彼岸過ぎまで、夏目漱石。風呂の後。大学を卒業して仕事に就けないでいる田川慶太郎の人物像が、同じ下宿の住人で様々な仕事を遍歴した村本と比較して書かれる。停留所。大学の友人の須永の叔父で、実業家の田口に就職を頼む決意をして須永の家を訪ねると、一人の女が家に入るのを目撃する。須永から紹介された田口からは、ある時間に小川町の停留所に降り、ある電車から降りてからの2時間以内の行動を調べて報告しろという依頼を受ける。慶太郎はそれを実行する。停車場には女が人を待っていて、調査の依頼がされた男はその女と街を歩く。ミステリー的な風味を評価する解説もある。報告。停留所の種明かしの章で、田口から調査した男への紹介状をもらって、慶太郎は男を訪問する。男は義兄の松本で、女は田口の娘の千代子であったことが明かされる。松本は働かないで、財産で高等遊民として暮らしている。このいたずらを通じて、慶太郎は田口の家に出入りするようになった。雨の降る日。前の章で松本が雨の日に面会を断った理由として、雨の降る日に幼い娘が突然死んだ話と、その葬儀の話である。漱石自身の五女、雛子が1歳で急死した時の気持ちを松本に託した章である。須永の話。須永と千代子の恋愛の話である。この章では、語り手が須永に代わる。須永の母親は、千代子と須永の結婚を強く望み、千代子も須永に好意を寄せているが、須永はそれから逃げようとする。千代子が僕のところへ嫁に来れば、必ず残酷な失望を経験しなければならない。彼女は美しい。天賦の感情を、あるに任せて惜しげもなく夫の上に注ぎ込む代わりに、それを受け入れる夫が彼女から精神上の栄養を得て、大いに世の中に活躍するのを唯一の報酬として夫から予期するに違いない。僕は今言った通り、妻としての彼女の美しい感情をさう多様に受け入れることができない、至って消失なのだが、よし、焼け石に水を注いだ時のように、それを深く吸い込んだところで彼女の望み通りに利用するわけにも到底いかない。もし純粋な彼女の影響が僕のどこかに現れるとすれば、それはどう説明しても彼女には全くわからないところに思いもよらぬ形となって発言するだけである。万一彼女に目に留まっても、彼女はそれをコスメチックで塗り改めた僕の頭や羽二重の足袋で結んだ僕の足よりもわからないだろう。要するに、彼女から言えば、美しいものを僕の上に永久浪費して、次第に結婚の不幸を嘆くに過ぎないのである、などの一節がある。松本の話。松本が語り手となって須永の千代子を避けようとする気持ちが、須永が母親の実の子供ではなかったという出生の秘密にあったことが明かされる。松本は須永に意見して、須永は気持ちの整理のために関西に一人で旅に出る。須永からの手紙が届くようになり、内向から世間への関心を持つようになってきていることが示されて、物語は終わる。